リンダ・ボジュトバは、チェコのモデル。プラハ出身。2000年に、スイスのジュネーブで行われた、エリートモデルルックの優勝者である。それ以来、ボーグ、エル、ハーパーズ・バザール、グラマー、アミカ、サーフェイス、マリエ・クレールなどの様々な国際的な雑誌に出演している。彼女は、ビクトリア・ズ・シークレット、マックス・マーラ、ジョルジョ・アルマーニ、ラ・パーラ、エル、オリアル、エスカーダ、 ディーゼルとのコラボで、最もよく知られた存在である。母方の祖父に作曲家のバディム・ペトロフがいる。チェコ共和国の首都プラハで、弁護士の母タティアナ・ボージトーバと弁護士で、高校教師の父カレル・ボイタの間に生まれた。両親はどちらもチェコ人である。マーチンという名の兄がいる。母国語である、チェコ語に加え、スロバキア語、英語を話せる。 学校ではドイツ語とスペイン語を勉強した。婚約者であるジャミソン・エールネストと犬のテディと共にニューヨークで生活している。1999年14歳の時にプラハのショッピングモールでスカウトされた。まだ小学生の時にミラノ・トウィーニーモデルをするための最初の旅行を経験した。2000年にチェコ国内で行われたエリートモデルルックに出場し1位となった。 その後スイスのジュネーブで開催されたエリートモデルルック世界大会で優勝し、世界中のエージェンシーと3年間の契約を結んだ。高校在学中の15歳でヨーロッパ、アジア、南アメリカで働きながら世界を旅し始めた。写真家のエレン・フォン・アムワースがファッションブランドミス・シックスティの顔に彼女を選んだことはファッション業界に大きな衝撃を与えた。 2002年初めてニューヨークシティファッションウィークに参加し、写真家スティーブン・マイゼルが彼女のアメリカンボールでの写真を撮影するという契約を交わした。ニューヨーク、ミラノ、パリで14週連続でファッションウィークシーズンを行い、ファッション業界で最大級の名声を持つショーを行った。多くのブランドや化粧品のキャンペーンの顔となっている。 2001年12月、エル・フランス2003年2月、サーフェイス・マガジン2003年3月、エル・オフィシエル・オストリア2003年7月、エル・イタリー2003年9月、ボーグ・オーストラリア・パトリック・賞2004年2月、グラマー・イタリー2004年7月、アミカ・マガジン2005年3月、フレア・イタリー2006年10月、ボーグ・グリース2007年9月、ドルチェ・ビータ2008年4月、 クレアマガジンオーストリア2008年7月、エルメキシコ2008年7月、エルオフィシエルロシア2008年10月、エルチェックリパブリック2008年10月、ボーグイタリー2009年7月、ボーググリース2009年8月、エルジャーマニー2009年9月、ウィッシュマガジンブラジル2009年11月、VS マガジン2010年2月、アミカ2010年5月、 アミカ2011年1月、ワンマガジン2011年2月、エルチェック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 2012年3月、マダム・フィガロ2012年8月、ベルベット・マガジン2012年12月、エルチェック2013年1月、ハーパーズ・バザール・アージェンティーナ2013年2月、 ハーパーズ・バザール・ウクライナ2013年3月、ハーパーズ・バザール・ブルガリア2013年4月、フレア・オーストリア2013年7月、エル・ジャーマニー2013年10月、エル・チェック2014年10月、エル・チェック2015年1月、エス・マガジン2015年2月、マキシマ・ポルトガル2015年7月、エル・グリース2015年夏、トップ・ファッション2016年1月、 エルチェック2016年1月、エルアージェンティーナ2016年3月、ブルーペーパー2016年4月、ハーパーズ・バザールチェック2016年6月、ボーグ、ポルトガルビューティー祖父のバディム・ペトロフの音楽の制作者でもある。母のタティアナと共に、チェコで祖父の音楽のコンサートを行っている。2014年11月、彼女らは、ペトラベスの ファーストアルバムタランテラをリリースした。ありがとうございます。